はい、今週も始まりました。玉那覇直也のパイロットになろう、番組ホストの玉那覇です。この番組は航空業界に携わる方々をゲストとしてお呼びし、ここでしか聞けない航空業界のお話を楽しく聞き出し、航空ファンを増やすことを目指しております。そしてパイロットを含む空の仕事に就きたいという夢をお持ちの方々に有益な情報となるような番組をお届けしたいと思います。この番組は株式会社 L、ザ・ランゲージ・カンパニー、株式会社 ITEP ジャパン、エアスマート、マスター・イン、エアスマート・アビエーション・アカデミー、スカイ・サンタ・ウィズ・リゾート・クラブ、FSO ・パイロット留学・アカデミー、以上8社の提供で、コミュニティラジオ FM ギノワンと FM ミヤからお届けいたします。本日は、このラジオ始まって以来の二刀流選手、航空業界の大谷翔平エアラインパイロットのご経験があるリジョナル航空の整備士のアキラさんにお越しいただきました。実は以前ご出演いただいた同じリジョナル航空の笹月町の藤田さんからのご紹介、今日アキラさんからアメリカの大学で航空経営を学ぶアメリカと、パイロットと整備士のお勉強、そしてパイロット整備士のお仕事、リジョナル航空のライン整備のお仕事、について以上4つのテーマを中心にたくさんのお話を聞いていきたいと思います。それではお昼までの1時間ほどお付き合いください。CM になります。いや、大谷翔平ですよ。いやいや、違う、そこまででもないです。本当に2つ免許持ってるだけであって。いやいや、免許、そこ違う。免許持っても確かに今日ね、すごいですけどね、それをね、実際2つ使ってるっていうのをですね、まあ、私自身そう見たことがないので、なかなかないので、そのあたりをですね、今日はいろいろ紐解いていただきたいかなと思っております。で1回目の CM タイムでございます。はい、動画ではずっと流れてますので。あ、そうですか。はい、ちょっとリラックスをしながら。いやいやいや、もう緊張して緊張されてます。まあ緊張というか、まあそうですね、はい、程よい緊張いや、これはね、本当にね、このさすが藤田さんの、職場の同僚というところで、いいところに、お目をつけたというところで。でも本当偶然ですよね。日本人の方のクルーとね、整備で、たまたまその、僕が、飛行機に行ったっていうんでね、うん、それでまあ、話がこう、つながったっていう感じで。本当。ランプでばったりですか？飛行機の不具合があって、それで僕たちが行って、そこで。それ聞きます。それ CM 上がったら聞きます。50秒。はい。皆様お待たせいたしました。実は CM 中にですね、先ほど冒頭申し上げたですね、藤田さんとの出会いについてお伺いしたんですけども、まずは一旦自己紹介の方をお願いしてよろしいでしょうか。明田さん、よろしくお願いいたします。はい、私、デンバーで、リージョナル航空のライン整備をしているトミー・アキラと申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。トミー・アキラさん、アキラさんとお呼びしてよろしいですか？よろしいです。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。その CM 中にちょっとお話を仕掛けた、同じリジョナル航空の、藤田さんからのご紹介というところで、この藤田さんとの出会いっていうのはランプでばったりですか？ランプというか、たまたまその藤田さんが乗務する飛行機に不具合がありまして、うん、でそれで僕たち、まあ、一応、いわゆるゲートコールっていうんですよね。その不具合があった時に僕たちがその行く時にゲートコールで、僕たち2人で行って、
で、たまたまそのお会いした時に、なんか同じような匂いがするなと思ってちょうどそのまあクルーも皆さん、名前のバッジをつけてるんで、うん、そこにちょっと目をやったら、お、日本人じゃないかと思って、ちょっとそこで日本語でお話しするようになって、はい、で、今日に至るっていう形ですかね。私はその発言を藤田さんから聞いたんですよ。あ、そうです。藤田さん側からして、あれ日本人かなって名前見たら、あ、日本人じゃんって。そうなんですよ。日本語ですかって話ですよね。今日も仕事ちょうど終わった後なんで、はい、これがユニフォームなんですけど、はいはいはい、そこに名前のアキラって書いてるんですよね。はいはいはい。あそれを見て、お、日本人。そうですね。そこからですね、実は藤田さんがもうアキラさんとお話をされた後に私に連絡があって、タマさん、面白い、すごい人がいるんだよって。二刀流だよ最初スネールの方というお話でもちろん藤田さんお話はしてた中で今日のねもうメインテーマ後でたっぷりお伺いしますけども、ぜひ皆さんお楽しみにしていただければと思います。はい、アキラさんは、はい、まあ、大生まれはアメリカというふうに聞いたんですけど、そうですね、シカゴの近くですね、イリノイ州のシカゴの近くですかね。はい、で、お生まれになって、こう、日本語がすごく堪能っていうのは日本語です。日本で生活されてたっていうことですか？そうですね。高校卒業まで日本にいまして、で、高校卒業しても、1週間、2週間経たないうちにもこちらのアメリカの方に来ましたんでね。大学行くために、はい。ああ、じゃあもうその時には、アメリカの大学に行くって決めて、ちなみにアメリカの大学ではやっぱりこの今のお仕事の関連の航空ですか？そうですね、航空経営と言いまして、ちょうどその高校の時にその日本にある、留学の、アメリカに留学するためのその大学のその紹介の本がありまして、それをちょっとパラパラ見てて、まあ留学するんだったら、まあ、自分が生まれたイリノイ州に戻りたいなっていうのもあったん で、うん、でそれでページをめくってると、大学がありまして、そこにその有名な学部がその航空系と、これ面白そうじゃないかなと思って、うん、大学に入学したんですよね。でも航空経営っていうのはなかなか、そんなんだろう、日本だと馴染みがない学部。そうですね、航空経営っていうのはもう本当に航空全般の経営ですかね。法律のことも勉強したりとか、うん、あとはそのまあ日本、まあこちらでも言われる、まあ、ジェネラルエビエーションのその、うん、コーポレートのどういうふうなそのなんていうんですかね、運航をしていくとか、そういう感じの、うん、まあ、本当、航空全般の、学科ですかね。はい、でも、その日本で僕、高校までいられたときに、そのアメリカに行って、自分の生まれになった、まあ、イリノイ州シカゴで航空経営、一般的にね、今までラジオに出られた方々っていうのは、その航空業界だったら、まあ、花形であるもうパイロットだとか、客室乗務員だとか、整備士だとかっていう、いう方が多いんですけども、高校の時にはその航空業界に目覚めたというか、それはなんかどういう背景からですか？ですね、小さい頃、うちの父がよく海外出張がありまして、でその時に、まあ、成田の方に、まあ、迎えに行くっていう機会がありまして、周りの、まあ、その、同級生に比べてみれば、その国際空港に行く機会が多かったんですね。うん、それで、まあ、大きなその鉄の塊がね、空へ飛んでいくっていう、うん、これ面白い、なかなかそのね、面白い現象じゃないかなと思って、で、いろいろとその航空業界にのめり込んでいたっていうか、興味を湧き始めたっていう感じですかね。うん、で、そのやっぱ空港に行くときの成田空港に行ったとき、そのジェットエンジンのその匂い、いわゆるあれがもうね、何とも言えないんですよ。灯油に近いんですけど、ります。すごい、はい、もう
もうあれに香水のね銘柄があるまで買いたいぐらいですけどね。初めて聞いた。初めて聞いた。香水の銘柄にジェット燃料の匂い。いませんか、まあ、買う人がここに2人いますよ。嫌がられると思いますけどね。いや気持ちわかります。あの空港のジェット燃料の匂いですよね。そうですね。でもそのこの塊が飛ぶんだと思ってアメリカに行かれて、その航空経営もやっぱりそこは全体から学びたいと思ったのがやっぱきっかけだったんですかね。そうですね。はい、その大学で、4年間勉強をされたと思うんですけど、実際にそのもう先ほどもおっしゃったいろんな多角的に航空全体を勉強する中で、その何ですか、さらに気持ちが深まったのか、一方でですよ、多分こういう人もいると思うんですよ。いや、こんなにいろんな多角的に勉強するんだったら、いや航空大変だなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、アキラさんとしてはどうだったんですか。僕としてはやっぱりそれを突き進めていって、そのやあの、まあ、小さい頃からの夢であるそのパイロットになりたいっていう、夢をちょっと叶えてみたいなっていうので、ちょっといろいろと、まあ、その大学の時の人たちといろいろと話してみたら、もしかしたらその可能性はあるんじゃないかなっていうわけで、その自家用プライベートからコマーシャルっていうのに進んでいったんですよね。はい。それは大学の航空経営を学びながら同時にパイロットの訓練もまたこの別に始めた、同時並行で始めたっていうことですか。そういう感じですかね。はい。周りにもこういう方がいらっしゃったんですか。ですね、大学には、航空操縦っていう学科もあったんですけど、僕の場合はアメリカにはいろいろな小さな空港があって、そこに、まあ、いわゆるちょっとガソリンスタンドみたいなところで、そこにはその飛行機、小さな飛行機、単発機が1機か2機があって、そこでまあ教官がいてちょっと教えるっていう感じで、そこで習っていったっていう感じですかね。そこでパイロットのに目指して、パイロットの資格を取得されて、もうこの今おっしゃったようにプライベートがあって、いろんなステップがあるわけですよね。その大学の在学中にどこまで取られたんですか。大学の在学中はコマーシャルを行って、その後にちょっと、教官の時間で、大学卒業後にちょっといたっていう感じですかね。じゃあここからはですね、2つ目のテーマちょっとお聞きしたいと思うんですけども、その大学の経営を航空経営を勉強しながらというか勉強して、そして、パイロットの資格で、ここで整備士っていうのはどのタイミングでこのやろうと思ったんですか。まあ、大学を卒業、まあ、大学中に勉強していて、アメリカの場合、まあ、日本もそうなんですけど、そのパイロットっていうのは定年があるっていうのがありまして、まあ、この日をもって、その日以降はもう、コマーシャル、いわゆる旅客機を飛ばしちゃいけないっていう時期が来るわけなんですよ。うん、で、その後でも、まあ、飛行機を触っていたい、飛行機の身近にいたいっていう資格、または職業は何かっていうと、航空整備。で、まあ僕も小さい頃から、なんていうんですかね、おもちゃをこう分解して、いうことをよくやっていて、で、そういうので、ちょっと機械には興味はあったんで、これは面白いんじゃないかって。っていうので、ちょっと大学卒業後、ちょっとA&P、 いわゆるそのエアフレーム&パワープラントっていうんですよね、うん、その試験、授業を受けたんですよ。そもそもの話を聞いていいですか。私たち含めてたくさんのパイロットの方々が、パイロットになりたいで、確かに、定年はある、その次にそれ以降も飛行機のそばにいたいからっていう、まずそのステップがあり、そこからいろいろ調べて、やっぱりそれだったら整備士も取ろうっていうのは、正直言って私今日初めて聞いたんですけど、周りにいらっしゃいます？なかなかいないですね。
パイロットの免許を持ってて、その A&P を持っているっていうのは今、たまには見るんですけどね。はい。ほんの稀ですね。なかなかいないと思うんですけども、いや、定年終わったら、よく聞くのは、まあ、自家用で本当に休みの日に楽しんで飛ぶという方も、まあ、多くいらっしゃるじゃないですか。または、フライトインストラクターとして、もう一回、若い方々の養成に、貢献したいという方もたくさんいらっしゃるんですけども、で、その、先ほど言った定年ということで言うと、まあ、国によってね、その定年のね、年は違うんですけども、アメリカだと整備士の定年っていうのははないんですよ、実は。もう本当に、70歳、また70後半の方もいるんじゃないですかね、働いてる方は。それはすごいですね。そしたら本当にもうずっと自分が現役でずっと飛行機のそばにいられるためにはどうしたらいいかってところで、飛行機とパイロットと整備士の両方を目指そうと思ったわけですね。そうですね。冗談でよく言うのは、その年寄りと言っては悪いんですけど、まあ、ご年配の整備士の、方がいた時には、あの人もしかしたらそのライト兄弟の飛行機を整備したんじゃないかっていう冗談をする時もあるんですけどね。すごい世界があるんだなって聞いて、これもう本当に目から鱗で、パイロットは定年がある、それ終わったら整備士っていう発想がもうびっくり。よくあるのかな、パイロットでやっぱり身体検査とかがあるので、もし体に、何か、要はメディカルが取れなく合格できなくなったら、他の、仕事もできるようにっていうプランニングはあるんですけども、それが整備士というところで、やっぱりその当時はなかなかいないまま、もうそこから二刀流が始まったわけですね。そうですね、はい。実際に整備士になるとね、飛行機を本当に間近でこう触るっていうことができるんでね。うん、なので、まあ、整備士っていうのは面白い職業ですわ。とはいっても、勉強はそれなりにやっぱり大変だと思うんです。期間的にはどのぐらいかかるんですか？アメリカの場合、整備士の、学校に行く場合は、約フルタイムで2年半ぐらいかかるんですかね。はい。うん、で、あと他にはちょっと違う方面で、取るということもできるんですが、それも結構ちょっと稀な方法なんですけどね、うん、なかなかないですけど、一般的には大学、まあ、大学またはその専門学校みたいなところ行って、あ、もう一つ面白いのはですね、はい、僕大学の時に一人お会いしたのは高校卒業と同時にもう A&P を持ってる方がいたんですよ。何かというと、はいはい、高校の授業の一環として A&P を取るという科目があるんですよ。へー。だからもう高校卒業と同時にもう A&P、整備士の免許を持ってる方はいたんですよね。すごい。パイロットの世界でよく聞くんですよ。18歳でコマーシャル免許を取って、ね、その翌日にはCFI の免許を持って、うん、私自身 のアメリカの景気の教官はもうそういう路線で18歳1日で教官でずっと飛んでた方がいらっしゃったんですけども、やっぱり整備士というところでももうアメリカその上で高校生で免許を取っていらっしゃると。でも一般的には2年半ほどの大学もしくは専門学校の課程を経て資格を取得される。ちなみにそのもう一方のなかなかないパターンっていうのは どういうケースがあるんですか？もう一方は、ですね、先ほどお話ししたような小さな空港のガソリンスタンみたいな、うん、ところがあるんですよね、はいはい、でそこも整備をする場所があって、そこに見習いとして、うん、仕事をして、それがちょっと期間を覚えてはいないんですが、多分3年だったと思うんですよね。3年その見習いとして働いていて、その間にもいろいろとそのなんていうんですかね、いろいろと飛行機を直すのをやって、でいろいろとその
まあ、記録とかもつけなきゃいけないんですけどね。うん、で、その後に、FAA での、あ、ごめんなさい、FAA での、試験を受けるという資格が得られるんですよね。うん、で、それで試験を受けて受かれば A&P がもらえるんですよ。で、その場合は、お金をもらいながら3年で試験を受ける資格が出るんですよね。すごい。一方はその大学に、大学または専門学校にお金を払って2年半ぐらいですかね。で、試験を受けることはできるんですよね。へえ、普通の自分で学費払って学校に行くというパターンじゃなくて、修行をしながらお金をもらって。という感じですね、はい、まるで寿司職人のような形で現場で修行して、はい、それが A&P であるんですね。そうですね、うん、まあ、以前僕が働いていた、リージョナルの会社は実はそれをちょっとやり始めたんですよ。なぜかっていうと、世界中で皆さん今後パイロットがいなくなるっていう話はするじゃないですか、うん、整備士の話は一切もしないんですよね。やりましょう今日。いやいやいや、でも整備士が足りなくなるっていうのはもう目には見えてる問題なんですよね。ただ誰も、残念ながら誰も話さないんですよ。誰も話さないっていうか、話題には乗らないんですけどね。はい、でもここはあえてちょっと私お伝えしたいんですけども、ボーイングっていう会社が毎年毎年、フォーキャスト出してるんですね。パイロット、エンジニア、まあ、メカニックも含めてエンジニア、そして客室乗務員、この3種にわたって今後20年間で何名の技術者が必要だっていうのがある中で、やっぱり その3つの業種は足らない、本当に困るんだっていうのは、ボーイングからドーンと出てますので、皆さんぜひボーイングの資料をご覧ください。こちらにリンクを貼っておきます。でそれを現場でアキラさんご覧になってると、やはりやっぱりあと10年も20年も経つと、もうかなりのそのベテランの方々がもう辞められて、で、そうですね、やっぱり若い人がどんどん入ってこなくちゃいけないんだっていう状況ですか。そうですね、はい。いろいろと、まあ、はい。それはじゃあ今、会社が、若い人たちを、まあ、さっきの弟子入りじゃなくて、武者修行じゃなくて、見習いというところで採用をして、でそこで3年間とかっていう修行をして免許を取らせて会社のに投入するという形ですか。そういう感じですかね、はい。そういうのをやっているという会社もありましたね、まあ、私が以前働いてた会社なんですけど。なるほど、まあ、そのぐらい本当に技術者が足らないという話ですよね。そうですね、うん、まあ、一方でですよ、そのアキラさんの場合はパイロット その資格を取得するだけでも、まあ、一般的な普通のキャリアの一つの勉強なんですけども、整備士の資格の取得っていうのはその何年間かけられて、これは同時並行でやられたんですか、それとも一つ終わってからですか。同時並行でしたかね。大学は大学 A&P っていう事業はもう決まっていたんで、うん、でその免許、教官の免許を取るっていうのはもう本当、教官の免許を取るというのは本当座学が多いんですよね、うん、で実際に飛ぶっていうのはほんのもう飛行機を飛ぶっていうことはもうできてるんで、なぜならまあ、うん、プライベート、コマーシャル、またインストルメント、いわゆる景気証明ですよね、うん、それでも飛行機を飛ばせてるんで、うん、でその教官になるときにはそのちょっとその心理学的なその人間をどのように学んでいくのかっていうのを座学で学んでいくんで、本当座学多かったんで、座学っていうかもう自分でその本を買ってそれをまあ勉強してったっていう感じですかね。でまあ A&P っていうのはもう授業が決まっていたんで、それにまあ出席してたっていう感じですね。これ周りで例えば教官をしながら、いや実は整備の勉強もしてるんだとか、で整備の勉強しながら、実はパイロットの勉強してるんだって周りにいたら、やっぱり少ないですよね、絶対少ないですね、はい。面白いところに目をつけるのは大変だと思う。でも一方で相互に、なんていうんですか、なんだろう、飛行機乗ってるからこの整備の勉強でここが役に立ったとか、整備の勉強これをしてるから、教官の勉強でこれ役に立ったってないんですか。
やっぱり飛行機のその仕組みっていうのが分かってくるんで、そういうのも絡みながら、その、うん、まあ、あの、勉、あの、教科の免許を取るときのその、試験で役立ったっていうのはありますよね。うん、この、教えやすいっていうんですかね、その、からくりが分かるんで、飛行機の。確かに。はい。確かに。それは、それはそうですよね。私もその、あの、なんて、次回をアメリカに行った時のその教官の人たちも、あの、自分で A&P の資格、整備士の資格を持たれてる、やっぱりその機械の仕組み、システムの話が深いんですよ。そうだ、はい。めちゃめちゃ深い話をしてくれるんですよ。なるほどね。はい。今までこうやって、あの、勉強された大変さっていうのは、まあ、皆さん、あの、想像はできたかな？いや、多分できないな。もっと想像を絶する、あの、勉強の量だと思うんですけども、後半戦をですね、実際そのお仕事をされて、もう、こっからですよ。あの、大谷翔平ストーリーをちょっとお聞きしたいなと思います。一回 CM に入ってから、そのあたりをお聞きしたいと思いますので、一回 CM に入ります。ちょっと上げすぎ。いやいや、ハードル上げちゃった。いや、だから そうですよ。あの、実際教官になった時のそのね、システムの話がもうめちゃめちゃできるんじゃないですか。できますね。はいはい。で、逆に整備士のお仕事をしているとパイロットの彼らの考えも分かるかなとか。はい、あの、よくば、あの、今の仕事でもね、そのパイロットがその不具合を言うんですけど、うん、機械のことを分かっていても、そのいわゆる FMS の話とかになってくると、もうちんぷんかんぷんになって何の話だと。まあ、いわゆるコンピューターですよね。その FMS ってフライトコンピューターですよね。あの、なんていうんですかね、ウェイト&バランスを全部入れてくれたりとか、入れて、あの、計算してくれたりとか、はいはいはい、そういう関係のことは僕にはたまに話は聞きます。あの、これはどうなったんだって聞いてくるときありますね。まあ、あの、FO で飛んでたっていうね、あの、機会があった、機会っていうか、時期があったんで。そうですよ。そこなんですよ。これはね、多分自分が冒頭こういう話をしたときに、まあ確かにいるじゃないですか。パイロットで、A&P を持ってるとか。でもね、そのパイロットが今 FO って話しましたけども、これは CM 分けにもうガンガン聞いていきますけども、いわゆる FO をしてたんですよ。ね、もうその辺の、じゃあそのパイロットの仕事と、で、整備士の仕事をどんな感じでやっていったのかっていうのを、あと10秒で聞きます。はい、CM 中にですね、で、CM 中にもうすでに、あの、もうネタを出してたんですけど、改めて仕切り直しでお伺いしたいと思います。後半はですね、アキラさんが、じゃあそうやって資格を取られた。で、パイロットと、まあ、整備のお仕事をされてた。で、どっちがどのタイミングでって皆さん非常に気になっているところだと思うんですが、それは私がじゃあ、代弁してお聞きしたいと思いますけども、資格を取りました。一番最初のお仕事っていうのはどちらからスタートしたんですか？最初に始めたのは、やっぱり空を飛びたいっていうのがあったんで、うん、あの、教官の仕事をハワイでしてましたね。パイロットのインストラクターっていう仕事ですね。そうです、うん、もうそれこそもう経営から整備からパイロットの仕事をされて、ハワイで、あの、あの、綺麗な海の空を、綺麗な海空を飛んで、はい、もうやっぱりこれしかないって思ったんじゃないですか。そうですね、はい、もうこれ面白いなという、人に教えるっていうのも面白いですし、飛んでるっていうのも面白いっていうんで、うん、で、それこそ整備士の資格もあるので、はい、生徒さんにはこれはこうなってんだっていう、はい、ですよね。はい、もうその時は生徒さんには実は自分 A&P 持ってっていうのは当然話をしてますよね。そうです、はい、してました。それは強いですよ。それは野党側からしても、もしかしたら、あの、機械、あの、飛行機壊れたら直してくれってもやってました。おー、まあ、それに近いことやってましたね。やっぱり。やっぱり。そのハワイで何年ぐらい、どのぐらい飛ばれてたんですか？2年半ぐらいですかね、ハワイにはいました。
ハワイだと、体験とか、体験飛行、遊覧飛行、教育、もうさまざまな組み合わせがあるんじゃないですか。そうですね。やっぱり面白いっていうのは、その共感で面白いっていうのは、そのいわゆる飛行機を飛ぶっていうのはなかなかない経験じゃないですか。それでそのね、経験がない方を隣に乗せて、操縦桿を持たせて、スロットルを上げさせて、飛んでいくって、その時の隣に座ってる方の、興奮度っていうのを見るのもいつも面白かったですね。面白いっていうのおかしいのかもしれないですけど、とてもやりがいがあった仕事ですかね。なるほど、なるほど。いわゆるフライトスクールで、もうレッスンに従ってこうやっていうより、もうその体験操縦ってのはやっぱり独特の醍醐味がありますよね。お客さんの興奮を見るのもね。そうやってハワイでお仕事をされて、2年半ともかなり飛行時間経つと思うんですけども、その次のお仕事は飛行機、パイロットですか、整備ですか。その後は、カリフォルニアで1年ぐらいですかね、教官をしてました。じゃあ、本国に戻られて、そうですね。で仕事をされて、教官をして。で、そこでさらにあれじゃないですか。やっぱりこのパイロットとしてのその次のステップアップもいろいろ考えられると思うんですけども。考えてはいたんですが、ちょっとその頃に、整備士の仕事を、セントルイスという町があるんですよね、アメリカに。そこにあるリージョナルの航空会社で、仕事をしてましたんで、整備士として。なるほど。その頃にはもうかなりに飛行時間溜まっていたはず。ちなみにこれって何年ぐらい前のお話ですか？これは結構前になるんですよね。でもそんなにないです。ごめんなさい。5年前ですかね。5、6年前ですね。なるほど。でも、その頃だと、やっぱりまだあれですか、リージョナルに城入るためには、トータルの飛行時間何時間はもちろんですけども、マルチが何時間、計器が何時間、夜間が何時間みたいなものが、結構まだガツガツに決められてた時じゃないですか。そうですね。ちょうどその後あたりにちょっと門が開き始めた感じですかね。なるほど。普通はね、そういう時に、他の仕事をしながらとか、他のパイロットの職種用で、どうにか夜間の時間伸ばしたりとか、マルチを、MEA を取って、マルチの時間つけたりとかっていう、一つの次のハードルが見えるんですけども、アキラさんの場合は違うんですよ。整備の資格持ってるんで、仕事がボンと、ね、チャンスが増えた中で、その中で、セントルイスの整備士の仕事。そうですね。そこではいわゆる格納庫でのオーバーナイトの仕事をしてましたんで、オーバーナイトっていうのは飛行機がベース、いわゆる基地に戻ってきて、それを一晩かけて不具合があったりとかで、定期的なメンテナンスをするっていう仕事をしてましたね。これはオーバーナイトの一晩だけですか？一晩だけですね。ハンガーの中ではそのもうちょっと大掛かりなメンテナンスをする部門はあったんですけど、僕はそこではなく、本当にオーバーナイトで、その一晩限りの時間があって、そこで仕事を終わらして、翌日にはその飛行機が他のところに飛んでいくっていう仕事です。ちなみに機体はどのぐらいの、どういう機体をそ使のうんですか？時は、その会社は、50隻と76隻の2つのエンブリアル145と、あと CRJ の700ですかね、700の2つの機体を見てましたね。この時は、なんて言うんでしょう。ちょっと整備のことは詳しくないんですけども、いわゆる A&P、エアフレーム&パワープラントっていう資格を持っていれば、どの機体でも触っていいんですか？そうなんですよ。どれでもいいんですよ。A&P を持っている方は、空を飛ぶものには全部手を、あの手を手、えーっと、直すことができるんですよ。ヘリコプターでもあれば、熱気球でもあれば、あとは、そうですね、熱気球、あと、グライダーですかね。すべてのものに、
整備をするという権限が与えられる、権限というか、まあ、免許なんですよね。でももちろんそれは現場では初めて触る機体だし、それこそ A&P を取得されて初めての整備というお仕事なので、はい、それなりにやっぱりチームが組まれて一緒に作業される。そうですね、いろいろとそのハンガーっていうハンガーメンテナンス、ごめんなさい、オーバーナイトっていうハンガー、ごめんなさい、格納庫の面、整備っていうのは結構時間があるんで、なんていうんですかね、教えてもらったりとかっていうこ、時間があるんですよね。でそこで学んでいくっていうことはできるんですよ。その期待、はい。じゃああれですか、その整備士の登竜門っていうのは、そういうところでしっかり先輩に教えてもらうっていうのからスタートして、その次に何かステップがあるんですか？ステップというか、その上に、ラインメインテナンス。ラインというのは、本当に空港で待機していまして、例えば、飛行機に不具合があったっていう連絡が来て、そこに、まあ、僕たちはその機体に行って直すっていう、役所もあるんですよね。それは、それなりのその飛行機の知識があったりとか、あとは今までの経験で直していくっていうことがあるんですよね。それはそうですよね。しかも入ってきて次の出発までの間の時間でやらなくちゃいけないっていう、時間がかかるんですよ。時間があるんで、ちょっとストレスのある仕事になるんですよね。なるほど、はい。でも一番最初やられたのは、そのハンガーでのオーバーナイト整備をやられてたと。で、まあ、そこで、その後っていうのはどういったお仕事になられたんですか？その後はですね、ちょっと、たまたまその航空会社でのチーフパイロットとちょっとお話しして、ごめんなさい、チーフパイロットっていうか、その、パイロット、リクルーターとちょっとお話ししたときに、いや、実はパイロットとして飛びたいんだよっていう話をしたら、それだったらアメリカのその制度としてある135、いわゆる、日本で言うと、ちょっと僕、ここの辺のちょっと知識が乏しいんで分かんないんですけど、チャーターっていうんですかね、あとはまたはこちらでいうエアタクシーって言って、まあ、チャーター、なんて言えばいいんでしょうね、エアタクシーのチャーター会社っていうことですかね、運航会社、ね、航空会社の。そうですね、航空会社にちょっとそこで経験を積んで、アプライしてみたらどうかっていうことを言われたんですよね。なるほど、なるほど。要は、アメリカっていうのは、まあ、下に一番底辺のところでインストラクターっていう仕事がバーってあって、その次に、チャーターであったり、まあ、リージョナルであったりっていう、まあ、こういうピラミッドができてるんですけども、そのパイロットのリクルーターの方がおっしゃるには、135に行ってみろよと。そうですね、はい。で、行かれたんですか？行きました、はい。そこで、そこで、真夜中の、荷物を運ぶ仕事をしてましたんで、アメリカっていうのは広いんで、日本みたいな黒猫ヤマトとか、その、なんていうんですかね、佐賀宅急便みたいな、日本を縦断することは一晩ではできないんですよ、車だけでは。なんでそこで出てくるのは小さな飛行機が荷物を運ぶっていうことが、結構重宝されてるんですよね。じゃあアメリカでその、これは夜ですか？夜です、もう真夜中です。じゃあ本当にそれこそね、黒猫山とか宅急便が夜営業所に着いてそうですね、そこからバーッと運ぶような形で。そんな感じですね、はい、そういう感じです。そこでどういった飛行機に乗られてたんですか？エアロコマンダー500っていうんですよ、結構昔からある飛行機で、まあ、翼が上にあってて、胴体がですね、写真をちょっと探していただけると皆さん分かると思うんですけど、胴体がですね、地面をすれすれにね、ある位置にある、飛行機なんですよね。でも結構そのなんていうんですかね、
結構ひどいことしてもが、ごめんなさい、頑丈な飛行機なんですよね。頑丈な飛行機、そうです。ひどいことしても大丈夫って。そう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 。どんなにひどいパイロットでも、大丈夫だという、すごい、はい。そこでじゃあもう夜のその、まあ、いわゆる夜間飛行だったり軽飛行だったりもうガンガンその飛行時間もつけられて、これは総発ですよね。総発ですね、はい。ちなみにコックピットのその前の、はい、あの計器ってのはどんな感じ？計器はもう本当に、まあ、私たちがよく俗に言う、スティームゲージって言って、はい、本当針ですね、ここですね、もう原始的なやつなんで、今みたいなテレビのスクリーンがあるようなやつじゃないんで。あ、もういよいよここであれじゃないですか、130のパイロットデビューじゃないですか。そうですね。もうじゃあその後はその一気にどっかに、この後にちょうどよく運がありま、運というかお話ができて、リージョナルで、うん、コーパイロット、まあ、FO ですかね、ファーストオフィサーをやりましたね。はい、ここですよ。ここですよ。リージョナル高校でファーストオフィサー。機体はちなみに乗られてたのは、エンブリアルの145ですかね。あ、じゃあそれは自分が整備されてた。そうなんですよ。ああ、ここがこうなるんだなっていうのは頭の中に飛ぶ、考えながら飛んでましたんでね。これは会社からしてもまさに大谷翔平。他のタイミングで食変しても OK。 じゃあここでもうようやくというか自分の夢が叶ってアメリカのディジョナル航空でファーストオフィサー、いわゆるエアラインパイロットの道がスタートしたわけですね。はい、しました、うん、もう順風満帆でしたよ。順風ですよね。はい、もうですよね。そこから普通であればそのファーストオフィサーの経験を積まれて、そしてあの機長になられて、そしてご紹介いただいた藤田さんのような笹継ぎになるというルートがまあ普通は待ってるんですが、今のお仕事は結局ね、整備士というところなので、この変わられた、なんかどういったことが理由だったんですか、もしかして。皆さんもご存じの通り、2020年のいわゆるコロナで会社自体がなくなっちゃったんで。はい、もうね、今まで何度もそういうお話はゲストの方から聞きました。いわゆる9-11で仕事をなくなった、リーマンショックで仕事をなくなった、そして今回はコロナで仕事がなくなった。ちなみにその時はコロナなので、周りの方々も、あ、会社がなくなったんですか。会社がもうないんで、会社自体がないんで、戻るところがないんですよ。はい、コロナが就職しました、戻ってきてくださいなんていうお声がけは一切ないんですよ。あ、だからもう本当無職ですよね、うん、一晩にして。一晩というわけでもないし、まあ、それなりの数値はあったんですけどね、うんうん、これは当然パイロットがないから整備に変えようではなくても、そもそも会社が存在しないのでないし、同じような形で他の航空会社もなくなったりだとか人員削減している状況じゃないですか。はい、いわゆる危機ですよね。危機です。もうどうしようかと思いましたよ。どうしたんですか。まあ、いろいろとちょっと長い期間まあ、失業保険っていうのをいただいて、うん、でその間にいろいろとまあ考えて、いる中、幸いにも去年の秋頃ですかね、今の会社の募集を見つけて、整備士として働いてるんですよね。素晴らしい。あ、ということはまだコロナはアメリカは完全に収束というかではないまま、やっぱり機体は飛ばさなくちゃいけないという状況が来てる中での、応募を見て、ま、応募されたというところですね。はい、で今はちなみにその航空会社で、今お仕事帰りのこのねベストも着てらっしゃいますけども、機体はどういった機体を整備されてますか。CRJ の200と700とエンブライアルの、175ですね。その3機を、毎日見てます。パイロットだとその機体の限定を、まあ、いくつか持ってるパイロットもいると思うんですけども、基本乗務に入るとそこの機体だけをずっとやるのがパイロットなんですが、整備士の方っていうのはもう毎日
もうどの飛行機を見るか分かんないですね。その日に行って、どの飛行機が壊れるかによって違ってきますんで、それなりの一般的な知識というか経験が持ってないと。なるほど。これがいわゆるライン整備ということですか。ライン整備です。はい。もう本当に時間との勝負ですね。これを今まで整備士の判断でもう、なんだろう、ディレイを決定する、キャンセルを決定するっていうシビアな判断もしなくちゃいけないわけですよね。そういうところもありますね。はい。そういう時もあります。残念ながら。そういうのは、キャプテンが来て、直せっていう圧力なのか、あなたはどう考えるのっていう。幸いにも今働いてる会社は、余分な機体っていうか、機体に余裕があるんで、もしも直せなくって、キャンセルになっても、そのフライトはどっか違う飛行機でなすことができるんで、今のところそういう喧嘩腰になったことはないですけどね。なるほど。ちなみに藤田さんは どういう腰ですか。いやいや、もう本当にありがたく私たちの仕事をね、見守っていただいて、はい、はい、冗談ですけど、もう私は藤田さんのブログを見ながらね、もう本当にキャプテンとしていろんなところに気を配って全ての方々にもうチームとして飛ぶんだっていうのがもうにじみ出てくる方なんですが、それはやっぱり一緒にお仕事されても感じられる。そうですね、はい、はい、そこでの出会いで、この世の中狭いですね。本当ですよ、はい。航空業界はもう本当に狭いですから。ちなみにその今の会社で他に日本人の、パイロット、客室乗務員、整備士含めていろんな方がいらっしゃると、もう国籍の方もいらっしゃると思うんですけども、同じようにアキラさんのように藤田さんのように日本人の方っているんですか。いるとお聞きはしているんですが、ちょっとお会いしたことはないですね。うん、そういう意味ではばったり藤田さんと会ったっていうのはびっくりですね。本当にびっくりです。はい。やっぱり今おっしゃったそのライン整備っていうのはかなりの経験がないっていう、経験がないとダメというところではありますが、なんかさっきの話だと、やっぱりパイロットと同様エンジニアも整備士も足りないので、そのいろんな方ん、弟子入りじゃなくて、修行させるっていうふうになりますけど、やっぱり若い方もどんどん来ていらっしゃるんですか、今の職場には。まあ会社的に、会社の方もちょっと人手が足りないんで、今までは本当にもうそのリージョナルで働いてる経験が何年かないと雇わないっていう状況ではあったんですけど、今はもう本当に人手が足りないんで、本当に免許取り立ての、または免許を持っていなくっても免許を取得次第雇いますよっていう状況にはなっているんですよね。すごいですね。そんな中でですよ、アキラさんの場合、ほら、パイロットもされてた、で、整備士もされてた、で、いろんなその整備の、まあ、ラインの整備であったり、ハンガーでのオーバーナイトっていうある中、まあ、若い子たちが来た時に、いろんなタイプがいると思うんですけども、いわゆる、なんていうのかな、向いている人、はい、っていうのは、どんな方が整備士に向いてらっしゃるんですかね。ですね、例えば分からなく、確かに分からないことはあるんですが、それをその探求する心があるっていう方と、あとはですね、パズルが好きな方はすごくいいんじゃないかなと。なぜかっていうと、パズルっていうのはピースが例えば1000ピースあるとするじゃないですか、その一つだけを見てもパズルは完成しないんですよ。パズルを全体、いわゆる外側から固めてって、で、だんだんこう、中をこう固め、埋めていって、大きな絵になるわけじゃないですか。そういう面で、ライン整備っていうのは、全体図を見て、それで何がこう、システム的に、関連してるのかって見てって、
で最終的にその直す場所を見つけていくっていうので、パズルが好きな方っていうのは結構ねいいと思いますね。おお、なるほどなるほど。あ、パズルか。はい、なるほどね。学校で学ぶことっていうのは基礎だと思うんですけども、これを現場でラインだと症状が出てます、なんていうの、はい、お医者さんみたいな感じ、症状が出てます、じゃあ原因は何なんだろうっていうのが調べていって、そこを直して、そこが見つかるまでも大変だと思うんですけど、それを短期間の短時間の間にそれをしなきゃいけないんで、だそれではやっぱりその経験、いわゆる経験また知識っていうのが連なって、うん、続いてくるんですよね、うん。やっぱりそれはあれですか、アキラさんが昔からその機械いじりが好きだったっていうところも、つながってくると思うんですけども、やっぱりそこがある人、逆にそれがない人が整備士目指してきてる人もいるんですか、今の若い子って。いなくはないんですが、まあ、ちょっと時間はかかるっていうのはあるんですよね。あ、なるほどなるほど。やっぱりその経験または知識がないと、うん、ライン整備っていうのはちょっとなかなか難しい面ではあるんですよね、うん、それなりに時間がないんで、例えば1時間後に出発しなきゃいけないっていうんであれば、それまでには仕事を終えてなきゃいけないんで、私たちは、うん、その点ハンガー、いわゆるオーバーナイト整備っていうのは、うん、まあ、一気に対して、まあ、5人なり6人がその、うん、いわゆる直していくんで、分からないことがあれば聞くこともできますし、うん、あとは手伝ってもらえることもできるんでね、うん、その点、LINE は今僕たち今の会社ではペアで2人で、その対応してるんですよね、その一気に対して。2人ですか？2人で、はい。でその2人の知識を合わせて直していくっていう感じですかね。まあ、直すまたは直せない場合はそのいわゆるディファーって言って、うん、ちょっと後に回すっていう手続きをすることはできるんですけど、うん、まあ、それもそれができる部分は決まるっていうのがあるんですよね、うんうん、全てが全て後回しにできるわけではないんで、うん、飛行機のシステムの中では。その辺はパイロットの方とディスカッションするんですか？するときもありますね。探求をするときにです。どっちが問題だっていうとき。はい。やっぱりパイロットからのインプットも結構重要にはなってくるんで、うん、どれがあると、とてもやりやすいっていうことはありますね。ほら、裏話をすると、私とこうやってアキラさんとねお会いする前に、実は藤田さんと3名で1回こうやってズームで初めましてって話をした時に、藤田さんとアキラさんの方でそういったお話をこの間なんとかなんとかっていう話をしてた時に、私そばで、こういう話をするんだっていう貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございます。はい、アキラさん、時間ももうそろそろなんですけども、はい、その今までこうやってアキラさんがね、パイロット、そして整備士、両方のプロの仕事をされてて、今はもう本当に整備士として、ライン整備士としてリージョナル航空を担ってるんですけども、その経験を踏まえて、将来その、まあ、整備士、航空業界を目指される方に対して何かアドバイス、メッセージがあればお願いします。そうですね。空っていうのは、まあ、この地球ではつながってはいるんで、そこでその自分の能力または実力が発揮できるところで、皆さん頑張っていただきたいなと思いますね。なるほど。はい、例えば今この番組を聞いてのほとんどが日本の国内にいらっしゃる方々だと思うんですけども、いわゆる空という世界でいうとつながってるんだと。そうですね。世界で、はい、自分がチャレンジできるところにたらいいんじゃないかとい う, そう、はい、やっぱりその辺は皆さんあれですね、アメリカで生まれて日本で生まれて、しかもアメリカで仕事をされてたくさんの国際人の方々と仕事をされてるアキラさん、ならではのアドバイスだったと思います。その探求心を忘れないだとかいうところは、うん、すごく
やっぱり整備士としてしかも短期間にやらなくちゃいけないというところ。あとパズルっていうのがなかなか面白い切り口だなと思って、もしかして整備士の控え室にはパズルがあるのかなってちょっと勝手に想像しちゃったんですけど。はい。本当に番組残すところあとわずかとなりました。はい。明さんにはですね、素晴らしい二刀流のお話、そしてアメリカのリージョンの高校の整備のお話を今日はお聞きいたしました。本日はアメリカでご活躍をされている、リージョンの航空の整備士の明さんにお越しいただきました。明さん、貴重なお話、本当にありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。また来週です。さよなら。さよなら。